こんにちは。こんにちは。さあ、この時間は野球界にまつわる数々の都市伝説を、はい、ゲストコメンテーターの高木豊氏とともに、検証していくという番組でございます。ゲストの、この時間はゲストとして、はい、今回もですね、中瀬の豊という数々のね、野球選手を落とした、そして、夜の街で女性を口説き落としたという名物デカ、はい、高木豊氏に来ていただきました。よろしくお願いいたします。でそれでは最初の都市伝説です。登録名を変更すると成績が上昇する都市伝説。日本プロ野球の登録名の変更といえば、元祖は世界のイチローです。変更の前の年は1軍で43試合に出場したものの、打率1割台と結果を残せず、全国的にはまだ無名の選手でした。しかし94年からオリックス監督に就任した扇氏が、イチローの類まれなる打撃センスを見抜き、期待の若手として売り出すことに。94年のシーズンが開幕すると、1番打者に定着したイチローは、プロ野球新記録の69試合連続出場や、史上初のシーズン200安打を達成するなど大ブレイク。イチローのような変更効果は一体どれぐらいあるのだろうかという都市伝説ささやかれているんですけど、まあでもあれだよね、登録名を変えて、はい、俺の印象の中では、はい、活躍している選手、まあクローズアップされてくるからね、はい、まあ、イチローなんか特にそうじゃない、パンチ佐藤とイチローが同時に改名をしたという、はい、そうですね、登録名を変えたと、はい、改名じゃないね、登録名を変えたという、うん、だから活躍してるイメージはあるんだけど、はい、中日の秀則とか、そうですね、まあ、はい、名前だけにしたりだとかね、はい、まあいろいろあるけど、あと楽天の鉄平、西武の銀次郎、うん、ロッテ、西岡選手が強し、うん、から、西武は、優勢、まあ菊池優勢に戻しましたけど、ね、まあ、そうだね、まあだけどなんか活躍してる選手がクローズアップされるから、はい、これあの活躍してない選手はなんか痛い感じがするよね。変更したのに、変更したのに何もできないというね。そうですね、うん、例えば、トニー田島さんというのはご存知ですか？知らん。トニー田島に変えた菊山田、菊山田、山田菊雄選手そんなトニー田島菊山田、なんかあのさ、なんかこうちょっと笑ってし、まあ、呼び名を、ね、変えだったらゴメスゴメスってお前外人かって言ったら後藤だったんだよね、お前いつからゴメスになったんだって言ったら、はい、いやなんか後藤がゴメスに聞こえて、はい、そしたらその名前のところに G ってつけたからね、ゴメスの頭文字を、はい、G 後藤みたいな、はい、ゴメス後藤みたいな、うん、ちょっとおかしいよね。そうですね、いやなんかこうやはりこうアメリカメジャーへの憧れが、うん、トニー田島菊山田のようなことに走らせてしまうんでしょうか。まあ、そういうこともあるだろうね。そうですか。なんかこうインパクト残したいよね。そうですね、うん、だからといってそれで飯が食えるかって言ったら食えないよね、はい、まあ、ただ T 岡田はあたり、うん、T 岡田っていうのは何でか知ってる？寺野さんです。あ、そうなの？というのを一説、岡田さんが監督で、はい、岡田岡田って被るから、はい、じゃあお前あの名前が、はい、名前っていうかあだ名が、はい、テラノサウルス、はい、だから T、はい、ゴジラにかけたんだろうね、テラノサウルスって。そうでしょうね、うん、きっとこれは結局は変更しても効果はまあ半分半分だよね。半分半分、うん、そんなみんな改名、あの呼び名変えたからって活躍されたんじゃさ、みんな変えるやん、誰が出てるか分かんなくなるよね。まあ本当そうですね。でもね、将来的に考えると、うん、本名を言われても分からないじゃない、もう一生ついて回ってくるよ。そうですよね、ゴメスですとか言ってもあれゴメスみたいな。そうですね、引退してもずっとつきます。そうそうそう、だから、もうちゃんと本名でやっといた方がいいんじゃない。そうですね、ちなみに、高木豊氏が現役の頃もし改名できたとしたらどのような名前に改名したか。俺が、俺はなんかもう呼び名も何もなかったんだけど、高木の姓が2人いたから、はい、豊かになったよね。だからどこ行ったってああ豊さん豊さんって言われる、はい、これはでも名前で呼ばれるっていうのは親近感がすごくあるんだよね。
高木って言われるとなんか冷たく感じるけど、はい、豊かって言われるとなんかすごく親近感が湧いて、うん、俺は好き。マイケル豊かとか嫌でしたか？マイコ？マイコ、マイコ、マイコ豊か。だまあいいかもね。俺トムって言うの好きだね。タム？タム？タム豊か。え、そう。それが良かったね。タム豊かで。ケビンでもいい。カビン。カビン豊か。ケビンコスナーって俺大好きなの。ケビンコスナー。スライダーは？スライダー。これ人気あるからね、スライダー。そうです、うん、続いてまいりましょう、はい、2つ目の都市伝説。改名すると成績が上昇する。まあ、さっきは登録名だったよね。そうです。今度は改名ね。自分のその名前とか、まあ、名字までいじるやつはいないと思うけど、下の名前を変えるというやつね、はいはい、やっぱり勝負の世界に生きるスポーツ選手、弦を担ぐのが大好きということで、そんな野球選手にとって背番号変更とともに最大の弦担ぎと言えるのが改名である、まあ、ソフトバンクの主砲であった田村仁のように名前の字面を変えた改名例は少なくないということで、活躍した選手をイメージすると改名効果もありそうに思えるが、実際に効果はあるんだろうか、うん、ということで。いや、俺はさ、斉藤昭雄さん、はい、昭雄さんの秋尾の尾をさ、変えてるし、で野村広志だったんだけど樹木の字を足して広木にしたしさ、で石井拓郎、全然漢字も違うし読み名も違ってきてるよね、はい、たださ俺の周りでは活躍した人ばっかりいるんだよね、だから改名っていうのはさ、すごくいいんだろうなっていう風な認識はあった。ただ見てもらう人によって違うよね。そうですね、うん、ただ西武の松井和夫選手も、和夫の和の字の頭蓋骨の図だよね、使ったのは。頭と言わないのは何か理由があるんですか？頭蓋骨と言ったら頭で、いや分かりやすいかなと思って頭蓋骨頭で、はい、すみません、はい、それから山本正投手も、はい、正弘というのが旧名であったりとか、井口忠人さんも漢字が変えたと、漢字を変えたと。あのね、はい、やっぱりさ勝負に携わってるとさ、何か原因を探したがるんだよね、はい、まあ例えばさ弱ってる時にさ、あなた名前が悪いですよってね、こうやって改名しませんかってね、はい、そしたらその変えて活躍するとその人がクローズアップされるとかさ、で改名の勧めになるわけじゃない、はい、だからやっぱ弱ってる時に寄ってくるよね、そういう人たちって。そうですよ、実はこんな事実があったんです。数人の選手の生命判断をしたことがあるという女性占い師の証言が入ってまいりました。プロ野球選手や芸能人のように売れてなんぼの人は何かにすがりたくなるのよね。ああ、わかるな気持ちは。加盟経験のある元巨人の代打大道選手ですね、森吉さんも自身の経験を明かしております。やはり画数は気になります。僕は、森吉の良いという字が良くないと改名を勧められ、改めたところ翌年は出場試合数もホームラン数も増えました。翌年から成績が上昇したんですが、何年か経ってその占い師が詐欺で捕まったんです。そういえば数珠を変えたの、水晶を変えたの言われたな。当時は成績が上がったことでマインドコントロールされていたかもしれません。今思えば人間気の持ちようなんですねと苦笑いをしてコメントされています。いやだから付属品がついてくるんだよね、はい、絶対これを身につけるといいとかさ、はい、これを買ったらいいとか水晶とかね、うちもあるんだけどさあります、ね、2つの術と水晶、いやあるんだけど、やっぱこうなんていうの、気分転換にはなることは確かだと思うんだ、で俺もなんか見てもらおうと思って見てもらったことがあるんだけど、高木豊がそれはいいですよと思う、って言われる人もいるんだよ、でもそう詐欺の人は絶対変えた方がいいとか言って、今頃違う名前名乗ってる可能性もあるよね、
そうですね、うん、やっぱね気の持ちようもあるけど俺の周りでは成功者しかいない。解明して解明して、うん、で俺が説明を受けたのは、はい、人生4つに分けて、例えば名前の持つ画数だとか、そういうのは人生の4分の1 25% を占めると、はい、あとは生まれた環境だとか努力だとかによって変わると。だからこの 25% が大きいと思う。あとの 75% から比べてこの25って、そうですね、大きいと思う。解明して、うん、この 25% の持つ意味が、あ、持つ意味が、うん、うん、それをでかいって思う人は変えるよ。あ、でもあとの 75% があるんだったら、はい、この 75% で勝負するっていう。だから必ずしも変えたからいいっていうもんじゃなくて、やっぱこう気の持ちようがあるよね。そうですね、うん、それカチッとハマる人もいるけど、まあでも俺の周りでは解明したら良くなってる人しかいない。いない。でも大きく見ると、まあ当たるも八卦、当たらぬも八卦ということでさ。そうですね、うん、やはりあの勝負事とかその芸能の仕事をされてる方っていうのはやっぱりこう何かにすがりたいとか、うん、やっぱり一人で戦ってる分その精神的なものの何かが支えが欲しいと、まあそうだな、いう気持ちになる。いや、まあ、例えば、ね、その漢字って画数があるじゃない、はい、ね、で森っていうのは12画じゃない、はい、木が4画だ、 3足して、3かけて12でしょ。この12の数字っていうのが嫌だったら 嫌になるしさ。なりますね。そうでしょ、まあ、そういうところなんだ。じゃあ外人どうすんだって。そうですね、どこで一画二画って分かんねえだろみたいな。そうですね、うん、だからまあ日本人だけに当てはまるのかなって。うん、ハングル文字なんかこう画数分かんねえもんな。丸あったり記号のようですね。記号のようだ。今度外国人選手にそういうなんか験担ぎやその名前を何か解明とかそういったことちょっと聞いてみたいですね。どういうふうにして何かこう験担ぎされてるのかみたいなですね。これはまあ解明効果はしたからといって、うん、まあ当たるも八景、当たらぬも八景だということですね、はい、で続いての都市伝説です。史上最高の大化け選手は誰か。ドラフトの順位などであまり期待されて入っていないのに、最後大化けして、成功、大成功した選手という意味なんですが、まあ、多くの選手が目指すところそれは大化けだ。3522安打を放っている世界のイチローがドラフト4位とは意外であるが、期待の大きいドラフト1位2位とは違い、3位4位はどこか風潮的に1位2位ほど活躍しないのではないかという空気感が若干あるということで、ではプロ野球史上最高の大化け選手になると一体誰になるのかを検証しました。これは大化けの定義を次のようにいたしております。迷宮界選手のうち最も指名順位が低かった選手、迷宮界入りしている選手ということですね。対象は投手が14選手、打者が24選手の合計38選手。迷宮界にはドラフト1位は15人もいるということなんですが、2位9人ということで、3位6人、4位3人、まあ、ここにイチロー選手や金本さん、前田さんの名前が入ってきます。そして5位、6位、7位は1人ずつ。ああ、やっぱり上位の方が活躍してる確率が高いということだよね。だからそういう意味ではスカウトの目っていうのはある程度正しいということだよね。そうですね、見立ては正しいということなんですが、ちなみに7位指名は世界の盗塁王の福本さんなんですね。福本豊さんということで、あ、じゃあもう福本さんって決まりなのかと思ったが、下には下がいました。ドラフト外で入った秋山浩二と石井拓郎というドラフト外ね、はい、今で言えばもう育成選手扱いだよね。そうですね、多分ね、当時から言えば育成制度がなかったからね、はい、そうですね、うん、ちなみに秋山はドラフト1位を上回る破格の契約金をもらっている、いわゆる根本マジックでの入団と。あ、根本さんね、あったんですか、うん、いや、根本さんっていうのはこう選手を隠すんだよ、はい、他の球団に触れないようにして、はい、やっぱり一本釣りするところ、ドラフトにかかるよ、上位にかかるような選手だと、もうみんながもう見てるわけじゃない、はい、でその素質を見抜くんだけど、秋山も隠してたっていうところ、
ですね、その取り方。しかし石井拓郎氏は甲子園出場はあるものの全国的には無名選手で、うん、入団当初は投手だった。そうだよ。ということ で川上哲治に次いで2人目の投手として勝ち星を挙げている2000本ヒッター。川上さんと2人しかいない、ね、史上で。そうです。俺守ってたからね、石井拓郎を投げてる時に。じゃあその貴重な時にいたということですね。でも石井拓郎はピッチャーでどうかなって思ってたやっぱり、はいはい、うん、それでということで、やはり安打数、獲得るタイトル数を、うん、実は石井さんは秋山さんを上回っているじゃあ一番の大化けは石井拓郎になるわけか。史上最高の大化け選手は石井拓郎にこれはなるということで、うん、いいんでしょうかね。いや、いいと思うよ。これはただ今で言えば育成選手が大化けするって、はい、例えば千賀と甲斐のバッテリーだとかさ、はい、いろいろ出てきてるじゃない、はい、ドラフトされないけども、まあ、その育成選手で取ってもらってみたいな、大化けしていくっていう、まだ発展途上だよね、千賀とか甲斐とかね。だけどその結果を見る限りではもう引退したし、いや、そう言われれば石井拓郎ってすごいなと思うよね。そうですよね、うん、ピッチャーでも勝ち、まあ一緒だけどね、はい、うん、勝ち2000本ヒッターということで、だね、史上最高の大化け、うん、だからさっきから検証してるけどさ、はい、まあ改名とか呼び名とかさ、いろいろあるけど、はい、石井拓郎って改名してるからね。あ、改名も入ってますね。だから改名も大化けの一つの要素だったかもわからないという。じゃあこれを見ている、プロ野球選手で今ちょっと伸び悩んでいる、うん、脱皮したいという選手はもしかすると、うん、これ解明しようかな、ちょっと知り合いの占い師に頼んでみようかななんていうふうに。まあそうだね、もし可能性はある。可能性ある。もしくは高木豊氏に解明をしてもらおうかなっていう。ああ、いいね。いらっしゃるかもしれない。うちの子供はやっぱり自覚とかそういうのを見てちゃんと名前つけたから。そうなんですね。まあプロの J リーガーの3人になってるけど、ね、ということです。これもうプロ野球の現役選手に限らず、うん、今そしてこれからお子さんが生まれるという、ね、うん、親御さんたち、ぜひ高木豊氏につけていただきたい。責任重いわ。方があれば、これはもう責任重い重い。いや、 YouTuber プラス、うん、なんでしょう、解明師という新たなこの職業、職種もここできるんじゃないかと思うんですけれどもね。まあ俺じゃなくてもいいよ、でも詐欺には気をつけてください。